ねえねえ、ねえねえ、みんな聞いてよ。僕さ、すっごい修行したんだぜ。すっごい修行、辛い修行したから、もうさ、カエル君になんて負けないんだぜ。正直ね、こないだまでさ、まあ、カエル君にちょっと負けてた日もあるんだよね。絶対負けないよ。僕の方が強いんだよ。なぜなら、内緒だよ。必殺技をさ、 一つさ、得得したんだよ。だから、カエル君には内緒だよ。カエル君を呼んだらさ、僕がその必殺技をみんなに見せてやるよ。だから、し、牛だけに、し。<laughs> カエル君、カエル君、カエル君、いつもの勝負をしようよ。 なんだよ、牛くん。牛くんなんだよ。僕眠たいんだよ。どうせ君負けるじゃんか。何言ってんだよ。幼稚園のみんながさ、僕がいつも負けてるからさ、君に勝たなきゃさ、僕のファンがいるんだぜ。どうせ幼稚園児だけだろ。うるさいよ、うるさいよ。君にさ、毎回負けてばかりだから、僕もさ、ちょっとは修行したんだぜ。 はあ、みんなさ、この牛くんさ、マイク同じこと言うんだぜ。僕になんて勝てたこと一度もないよ。いいよ。じゃあさ、今日はハンデをつけてやるよ。僕が、後ろを向いててやるよ。だからさ、好きにしなよ。ケロ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 。ケロケロケロ。 うーんー、バカにしやがって、カエルくん。じゃあ、行くぜ。好きにしろよ。どうせ絶対勝てねえしさ。うーんー、バジバジ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 、あれ、バジバジ、うーんー、ハード系、パコ。 牛くん、痛いじゃないか。えい、なんだよ、カエルくん。また今、君の体の中で手の位置変えただろ。牛くん、それは言っちゃいけないよ。<laughs> 牛くん、それは言っちゃいけないよ。幼稚園のみんなが、怖がるだろ。<laughs> 僕たちは僕たちなんだよ。僕たちの体に腕なんてあるわけないじゃないか、この野郎。痛えな、この野郎。よーし、じゃあ。 牛くんにも負けないように僕も必殺技出すぜ。出す前にさ、君の手の中に手入れなよ。<laughs> だからそれを言うんじゃないよ。ちょっと待ってよ。いいぜ。うん、もう一度僕の波動拳を出してやる。じゃあ、波動拳と君の 必殺技と勝負だよいいぜその前にさ牛くんのどぎを抜いてやるぜうーんバリ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 うーんうーんうんゲロ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 牛くんよりも僕の方が先に必殺技をカメハメハーバキッ おしくん。か、いや、違った。カエルくん、カエルくん。君は名前間違っただろう。自分で自分の名前読んだだろ。それは言うなよ。それは言うなよ。久々だから間違ったのさ。<laughs> うーんー、まあ、久々だから許してやるよ。幼稚園のみんなも許してあげてね。許す前にさ、違うじゃないか、カエルくん。なんだよ。僕に負けたからって偉そうに言うなよ。また負けたんだろう。 何言ってんだろう。君今、何て言ったかわかるのかいカミハメハだよあ。あ。気づいたよね。気づいたよね。君はカエルなのになぜ亀のひさ技をつかむのさ。ダメじゃないか。いいんだよ。なんでだよ。それにさ、ダメだよ。勝手にそんなさ。 他人の作品のさ必殺技を使っちゃ。だって僕たちパチッとまくりっと